本日のおもてなし福岡は海を見ながら食事が楽しめる糸島食堂です。博多駅から車で30分ほど、電車とバスを乗り継いで1時間ほどです。最寄りのバス停からは徒歩1分の場所です。夫婦岩で有名な二見ヶ浦という観光スポットの道中にあるお店です。最高の景色を満喫しながら美味しい海鮮丼がいただけます。平日にもかかわらず第一駐車場は満車で、少し離れたところに第二駐車場もあります。ものすごいオーシャンビューです。女性お一人やご家族連れ、ご高齢の方までいろいろなお客さんで賑わっています。緊急事態明けで人手不足なのか、入り口で待ちが発生していました。郊外にしてはなかなかいいお値段ですが、景色代も含めて考えると安い方かもしれません。いい感じのラインナップです。割と万人受けするような定番ネタが多いですね。骨が入ってないあら汁は飲みやすそうですね。お醤油は3種類ありまして、一番右の海鮮丼用のやつを使ってみます。まずは汁物からいただいてみます。これすごいうまいですね。思わず飲み干してしまいそうです。それでは海鮮丼にわさび醤油をかけて、一番上のホタテとイクラをいただきます。鮮度はいい感じですね。海を見ながら食べると何倍も美味しいです。イカのお刺身結構好きなんですよね。博多港で水揚げされるマグロの8割は築地出荷らしいです。サーモンは肉厚で大きめカットですね。脂が乗ってて美味しいです。糸島食堂さんを運営する株式会社かなめさんは南区野間の方にあるようで、所在地では海鮮づくし丼丸というお名前の海鮮丼屋さんが営業されています。 FC なのか直営なのかは定かではありませんが、東京の下町で40年間も愛されてきた老舗寿司屋さんのチェーンのようです。丼丸さんの方は海鮮丼の全てのメニューが540円と破格のお値段で提供されているようなので、景色を気にせず、とにかく海鮮丼を食べたい方はそちらを利用するのも良さそうですね。今度丼丸さんにもお伺いしてみたいと思います。お店のメニュー表には1日2食限定でマグロの頬肉丼もありました。次回はそちらも食べてみたいですね。